ハロウィアン、どうもこんにちは。本日なんですけど、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスが語るやりたいことの見つけ方というテーマで、ね、少しお話ししていきたいなと思います。もし皆さんの中で、ね、なんかやりたいことが何なのかわからないですっていう方が、ね、面白がれたら、この動画をちょっと、ね、参考にしていただけたらなと思います。でも僕ね、ちょっと日本人の人って、ね、すごくやりたいことが何なのかわからないですっていう人すごく多いと思うんですよ。これ僕いろんな教育系 YouTuber の人の動画とかを見てて、例えばその堀江貴文さんとかメンタリスト DAIGO さんとか中田敦彦さんとかの YouTube を見れるんですけど、やっぱりね、やりたいことが何なのかわからないっていう人はすごく多いらしいんですよ。でそういう人たちが講演会を開いても、やっぱり質問として多いのが、自分の本当にやりたいことが何なのかわからないですとか、何をしたらいいのかわかりませんっていう人が本当に多いらしいんですよ。でそういう人たちに対してね、少し参考になればなっていうことで、ね、少し僕はね、ちょっとお話ししたいなと思います。で今日話すのが、まあ、Amazon 創業者ジェフ・ベゾスと、やっぱりその世界一の大金持ち、ものすごくもう頂点に立つぐらいの男、一番頭のいい男って、地球上で一番頭のいい人と言っても過言ではないような人が、やりたいことを見つけるにはどうすればいいのかっていうことについてね、少し話してるシーンが、僕は本を読んでて見つけたんでね、ちょっと紹介していきたいと思います。ちなみに本は、イーロン・マスクとジェフ・ベゾスの対決、宇宙事業、ロケット事業についての対決の本にね、本のあるページにね、載ってたんですけど、それが、そこでね、ジェフ・ベゾスはこのように言ってるんですよ。やりたいことの見つけ方に対して。それがね、誰にでも夢中になれるものはあるんだよ。それは自分で選ぶものでなくて、向こうからやってくるものなんだ。でもぼんやりしていてはいけないよ。いろんなことに関心を持つことが大切だ。そうすればきっと夢中になれるものが見つかると。やっぱり、ジェフ・ベゾス曰く、いろんなものに興味を持つ、関心を持つことが、やりたいことを見つける上で、ね、すごく重要なんだっていうことに、を言ってるんですよ。やっぱり好奇心というか、やっぱりね、多くの日本人って、なんか、いろんな人から、いろんな周りから、あれやらない方がいいとか、あれやったらどう思われるんだろうとか、もうそれやってはいけませんとか、いろんなことにね、やれじゃなくて、やるなって言われるんですよ。そういう経験あると思うんですよね。自分、もし、例えば、親とか先生とかにやるなとか言われるとか、周りの友達にどう思われたら、こう思われるのは嫌だとか、自分で勝手に、自分はこんなんだからできっこないや、やめとこうみたいな、勝手にやる前から、何もせずに関心を持つことをやめてしまうっていうことがあるんですよね。その結果、年だけ取ってしまって何をしたらいいのかわからないっていう病気というかね、症状に陥りやすいと思うんですよね。だからね、でこれに似たようなことをね、堀江貴文さん、堀江貴文さんも言ってて、要はやっぱりとりあえずやってみることが大事だと。やってみないと、それがね、本当に楽しいのか楽しくないのか分からないっていうふうに言ってるんですよね。で、これ僕ある質問に出ると思ってて、自分がね、どんな食べ物が好きですかっていう質問とね、自分は本当に何がしたいのかっていう質問って結構似てると思うんですよ。要はその自分が野球が好きなのか、サッカーが好きなのか、音楽が好きなのか、その絵を描くのが好きなのかっていう質問と、自分はカレーが好きなのか、うどんが好きなのかっていう、何が好きなのかっていう質問って似てるじゃないですか。でも、ご飯しか食べたことない人だったら、お米しか食べたことない人だったら、うどんの味とかわからないわけですよね。それと一緒でね、やっぱり世の中って、いろんな人から、もうお米しか食べてはいけませんって言われてる人が多いと思うんですよ。例えば、野菜しか食べてはいけませんとか、お肉はこれ、もうあなたこういう年齢なんだから、肉は食べてはいけませんよとか、周りの人みんな野菜食べてるんだから、お魚なんか食べちゃいけないっていう風に自分が思い込んで食べないと。でそういうことがねたくさんあるから、結局いろんなもののね味がわからないから、何が好きなのかは自分でもやりたいことがわからないっていう病気に陥ってるんじゃないかなって、個人的には思ってて、それをね、ジェフ・ベゾスはね、とりあえずいろんなものに関心を持てと言ってるんで、もしね皆さんの中でねやりたいことが何なのかわからないっていう人がいればね、ぜひやりたいことを見つけるためにいろんなものに関心を持って、それを一度ねやってみるっていうことからね、食べてみるということからねやってみてはいかがでしょうか。そんな感じですね。この本はね、紹介したこの本は私の動画下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにこの本すごく面白かったです。宇宙について、今宇宙ってものすごく熱いんですよ。世界中のものすごく頭のいい人たちがみんな宇宙を見てるんですよね。要はその次の革命ってインターネットから宇宙に変わるんですよ。やっぱりジェフ・ベゾスとかイーロン・マスクとか、日本だとホリエモンさんとか宇宙に出るじゃないですか。ということで、ぜひ皆さん、この本を読んでみてはいかがでしょうか。私の動画は下の概要欄に貼っておきます。そんな感じですね。あと、よろしかったら、ね、チャンネル登録、高評価、ポチッと押していただけたら、ね、すごく嬉しいんで、ね、ぜひよろしくお願いします。ということで、あとね、コメント何かあればね、どんどん押していただけたらなと思います。はい。じゃあ、またね。